こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。今日はですね、12月28日の、時間の方がね、0時30分をちょっと回ったところですね。なんでね、こんな深夜に動画を撮ってるかっていうと、さっきね、ちょうど国取り合戦搬入してレイアウト終わったところなんですよ。でね、ここのとこずっと国取り合戦のレストアずっと作業してたんですけど、それがやっと完了してね、念願だったね、国取り合戦二大大制が完了したってことですね。もうこの国取り合戦二大大制はね、2、3年ぐらい前からやりたいなと思ったんだけど、なかなかね、いろいろ時間とか、機械の都合があってできなかったんだけど、やっとね、自分の思い描いたレイアウトに近づいたかなっていう感じで、結構満足してる状態なんですよね。で、前回駄菓子屋ゲーム博物館のね、ラインナップ紹介をしてから、2ヶ月半経ってるんで、国取り合戦の他にね、何台か機械が入れ替わってるんで、久々にね、ゲームのラインナップ紹介しようかと思います。台数もね、58台になって1台ぐらい増えてるかな、前回から。というのもあるし、2大大戦になった国取り合戦も、紹介がてら、ざーっと流してね、ゲームのラインナップを紹介したいと思います。それでは一台一台紹介したいと思います。前回ね、紹介したやつはゲームのタイトルだけ紹介していきますね。ではこれが日米対抗試合ですね。でこちらがミニパスボール新幹線ゲーム2、世界一周電動パチラ、そして、ミサイルフィーバーですね。こちらは前回なかったゲームなんですけど、これね、7に止まるとね、全部かけてるのが当たりになるっていうね、そういうフィーチャーもあったりとか、あとこのセブンボーナスとかね、あるんで、結構、人気のあるゲームですね。こういう小型機の走りなんでね、ぜひ遊んでみてください。で、じゃんけんマン、ピンポンパン、フェニックス、フィーバーチャンス、スーパーマシン、たこ焼きキッズ、ホルル君の旅行、じゃんけんマン、ちょうだいですね。あと、ザックザック、海賊団。これね、ソフト変えてなんで、前回と違ったゲームになってると思うんでね、時々ソフト入れ替えてんで、試しに遊んでみてください。でピカデリーサーカス、アウタースペース、三つ藤のワールドサッカー、とミニルーレットね。こちらのミニルーレットね、しばらく前に壊れちゃって、4に止まるとね、20枚当たるっていう症状が出てたんですけど、それも治ってね、遊べるようになってるんでね、ぜひ遊んでみてください。で、チビパチフィーバー、スーパーカーズ、ぐるっと回って、ガンダム、コインロケット、新幹線ゲームの5ですね、トリプルチャンス、そして、国取り合戦。これはね、オリジナルルールの方ですね。ただね、これね、国取り合戦って、このアップ、この筐体でもね、なんか2種類形があって、これ、継ぎ目のあるやつなんですよ、ここに。これね、継ぎ目。こういうなんか違いがあるみたいでね。この辺も、国取り合戦の筐体の違いもね、また別動画で詳しく紹介しようかなと思っていますね。で、マドラーですね。マドラーもね、最近ちょっと、しばらく前に故障してて、治ってね、動くようになったんで、タイミングによってはね、遊びに来た時に調整中の札が入ったあったと思うんですけど、今現在動くようになってるんでね、ぜひ遊んでみてください。あとはこちらがニューコインゲームですね。でリボルバーターゲット、こちらのねリボルバーターゲットは2年ぶりぐらいの稼働かな。このね回転体が回ってるバージョンなんですよ。で前回引っ込めたのが回転体が回ってないバージョンだったね。この
回転体バージョンは、うん、結構久々なんでね、遊んでみてください。あとはタイム山登りゲーム、サバイバル、一発くん、ホップステップジャンプ、そして今日ね搬入してきた国取り合戦回ですね、これねほら継ぎ目がないでしょ、このとこに筐体がなんか違うんですよね、これ継ぎ目がないやつね。でこれ回、まあ回っていうのはねここにあのオリジナルルールでプラスとかマイナスが追加されてるんで、まあねより戦略的になってるんでね、あちらの国取り合戦とね遊び比べてみるとまた違いが分かっていいんじゃないですかね、基本的なルールは同じなんでね、まあ危機国取り合戦みたいなのやってみるといいですね、ではこれが両替機でくるっと回って、世界一周ゲーム、ホームランバッタースーパーカーゴー桃太郎スーパーテニスタイム80で、フットボールグランプリゴルフベースボールバニシングポイント、野球パチンコチャンスーラーでくるっと回って手動両替機の検査ね、あと両替機バイクラリー UFO、インターチェンジサーカスコインキャッチャー、コインキャッチャーはねここの辺に移動になりましたんで、でこちらが、マリオブラザーズですね。これもねソフトが時々入れ替わってるんで現在はマリオブラザーになってますね。やっぱマリオはねもう世界的キャラクターになって人気ですよね、でワールドサッカーファミリーボール、グッドタイミングでコロリンボールね、これで現在58台入ってますね、まあねこれからもまあ時々入れ替わるんですけど、まあ最新のねゲームラインナップということで紹介しました。それではね次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。全国のちびっこ諸君、クリスマスも終わったな。来年のクリスマスプレゼントは国取り合戦を頼んでみるといいぞ。